俺は渡辺雄介、神様なんていないと思ってる普通のサラリーマンだ。かな子、最近暑くなってきたよな。もうすっかり夏だ。お前はソーダ味のアイスが好きだったっけ？彼女は幼馴染の武田かな子。数年前交通事故にあってからずっとこうして眠ったままだ。また今度一緒にアイス食べようぜ。お前が食べたいなら夏に鍋でも何でもいいよ。とにかく起きてくれればいいんだ。おかげで俺の彼女への恋心もずっと終わることも捨てることもできないまま、毎日会社と家を行ったり来たりして、寝て食べてかな子のお見舞いに行く。それが今の俺の人生だ。あー、なんか部屋が埃っぽいな。最後に掃除したのいつだったっけ。まあいいか、掃除したところで誰かあげるわけでもないし。って言ってたら誰か来たぞ。こんばんは。渡辺雄介さんのお宅で間違いないですよね。うん、ないね。どうも、先日助けていただいた鶴です。いや、ギャルじゃん。お、鋭いツッコミ、さすが。というわけでお邪魔していい？見知らぬギャルが俺を訪ねてきた。身に覚えがない。あー、つつもたせってやつか。そういうのはごめんだからな。帰ってくれ。つつ？あー、卒業証書とか入れるやつ。ごめん、持ってないわ。何使うの？ダメだ、話が通じてない。つつもないし、泊まるところもないんだよ。お願い、家に上がらせて。どこの馬の骨だか知らないやつを入れられるわけないだろ。え、私が馬の骨に見えてんの？やば、眼科行く？なんか調子狂うな。お前は誰だって聞いてるんだよ。あ、そういうこと？私、安藤美穂。家に上げてくれなかったら玄関の前で野宿するから、よろしくね。ひどいよ、ゆうすけ。私を捨てるのねって女優ばりの演技で叫ぶからね、夜通し。こうして俺はいやいやながら彼女を招き入れることになったのである。もう夜遅いし、女性を放り出すのも気が引けた。それで泊まるところがないってどうしてだ？普段どこに住んでるんだ？前までは友達のところかな。親とは縁切ってるから。うわ、部屋汚ぇ。これは大掃除しなきゃダメだね。私が寝るスペースを確保しないと。待て、いつまでうちに座るつもりなんだ。あ、その困った時に眉間にしわ寄せる癖、懐かしい。いつまでかな、いつまででもかな。大丈夫、そのうちゆうすけも私なしじゃ生活できない体になるから。おい、懐かしいってなんだ。それからさらっと恐ろしいことを言うな。俺の言葉も聞かずに安藤はせっせと部屋の掃除を始めた。あれだけ溜まっていたゴミがあっという間になくなり、俺は久しぶりに床を見た。必要なものといらないもの分けて、ひとまずこんなもんかな。ご飯はもう食べたの？弁当食べたが、お前本当に鶴だったりするのか？どうして俺のためにこんな。いや、普通に考えて鶴なわけなくない？大丈夫？もう寝た方がいいんじゃない？お前が最初に言ったんだろうが、なんで俺がヤバい風になってるんだよ。食べちゃったならしょうがないか。ちゃんとご飯作るのは明日からにしよう。ほらほら寝なさい。子守歌歌ってほしい？いらない、いらん。というかお前は気にならないのか？初対面の男と二人なんだぞ。俺がそれこそ本当にヤバいやつだったらどうするんだ。いやん、エッチ。真面目な話をしているんだが。そういう人じゃないって分かってるから平気。明日も早いんでしょ。おやすみ。私も寝ちゃおう。おはすよ。はい、あ、いや、おい、本当に寝たのか。おい、ま、こうして見知らぬギャルは本当に眠りについてしまった。安藤は本当に寝た。一方、未だに状況を飲み込めていない俺は寝れん。全く寝つけなかった。翌朝、あれ、目が覚めた俺がソファを見ると、そこに彼女の姿はなかった。もしかして昨日の出来事は夢だったんだろうか。そりゃそうだよな。いきなり見知らぬギャルが家を訪ねてきた挙句、しかも泊まっていくなんて、そんなこと。おはよう、
とりあえず食パンあったからフレンチトーストにしてみたよ。うわぁ、いる。夢じゃなかった。ちゃんと甘いいい匂いもする。でしょでしょ、私結構料理には自信あるんだよ。うまい。普段食パンそのままかじるだけだったから余計にうまい。遅刻遅刻って漫画の読みすぎじゃない？かじりながら走ってたわけじゃねえよ。でもありがとうな。全然どこの誰だかわからないけど。いいんだよ、わかんなくても。いや、いいことはない。マジで君は誰だ？そして俺もなぜ当たり前のように一緒に朝食を食べている？あ、そうだ、ゆうすけはそういう食べ方だった。ハムスターみたいにもぐもぐって。かわいい、写真撮っちゃおう。そういう食べ方だった？いかにも俺を前から知ってるようなこと言うんだな。かわいい。会ったことあるのか？かなこ以外の女性に興味がないから全く記憶にない。仕事から帰宅したら煙のように消えてるんじゃないかと思ったけど、変わらず安藤はうちにいた。これは紛れもない現実らしい。どこか行ってきたのか？買い出し。だって冷蔵庫ガラガラなんだもん。だいたいコンビニ弁当で済ませてるからな。そんなんダメダメ、何はなくても健康が一番なんだから。そして俺もなんだかんだこの現実を受け入れてしまっている。普通なら迷わず警察に突き出すレベルなのになぜだろう。不思議と安藤に対しては強い嫌悪感を感じない。会ったことないはずなのにな。ちゃっちゃと何か作るからお風呂入っちゃいなよ。お風呂もうすっごい汚いの。よく今まであれで我慢してきたね。悪いな、いろいろきれいにしてもらって。そんな顔になるほどやばかったか俺の風呂。なかった。はい、冷やし中華始めました。冷たいうちに食べてね。うまっ。安藤、お前店出せるぞ。冷やし中華専門店行けるんじゃないか？マジ？ちょっと楽しそう。でも私叶えたい夢あるからさ。夢？そういえば今何をしてるんだ？社会人だろ？バイトしながら勉強してんの。看護師になりたいんだ。まあ高校卒業してからクソみたいな連中とつるんでフラフラしてたんだけど、やっとやりたいこと見つかったんだ。やっと一歩踏み出そうって思えたの。俺の高校の同級生ではないんだよな。お？私が誰か推理してる？難しいこと考えなくていいよ。ゆうすけの面倒を見るためにやってきた妖精だと思ってもらえれば。あ、テレビつけていい？いや待って、それホラー番組？そうだね、ホラーやってると夏って感じするよね。ゆうすけはビビリだな、全然変わんない。あー、チャンネル変えてくれ。霊がこの世にいるかはわからないが、怖いものは怖い。がっつり霊も魂も存在してるんだけどね。てかゆうすけ暑い、体温高すぎ。そんなに私とくっつきたいの？そんなことはない。俺にはずっと好きな人がいるんだ。知ってる、ありがとね。はい。あ、お笑い番組やってんじゃん。見よ見よ、ゆうすけ、この芸人さん好きでしょ？どういうわけか居心地が良くて、なんでか俺のことをいろいろ知っている安藤。安藤が来てから俺のお世辞にも健康にいいと言えない生活が整っていった。ずっと変わらないと思っていた俺の生活に安藤という新しい色が加わった。安藤という新しい色だって。なんかすっごいポエミーなこと書いてる。ゆうすけかわいい。わあわあ、勝手に人の日記を読むんじゃねえ。その辺に適当に置いておくから読まれるんだよ。だ、安藤が現れてから数週間後、あいつ買い出しに行ったっきり帰ってこないな。とうとう家から出て行ったとか。いや、でも勉強道具は置きっぱなしだし、ちょっと探しに行くか。ちょっとどいてるよ、私忙しいんだから。そんな冷てえこと言うなよ美穂。俺らいい友達だっただろ。急に連絡取れなくなったから心配してたんだよ。今何してんだ？看護師目指してる。はあ、看護師？お前が？無理無理、お前バカなんだからなれるわけねえって。そんな夢見てねえで、俺らのとこ戻ってこいや。みんなお前に会いたがってんだからさ。安藤、こんなところで何してるんだ、帰るぞ。ゆうすけごめん、遅くなっちゃって。うん、
なんだよお前、俺が今美穂と話してんだよ。だとしたらお前はコミュニケーションが下手すぎる。安藤が嫌がってるだろ。さっさとどっか行ってくれ。こっちはこいつに胃袋握られてるんだ。腹減ってるんだよ。それとも警察呼んだ方が嬉しいか。ちょ、なんだよ、まだな美穂。どうせお前は戻ってくるよ。なんなんだあの柄の悪い男は。昔の友達縁切ったんだけど、うん、悪く会っちゃって。でも会ったらいろいろ思い出したよ、昔のこと。あいつらとバカやってた日のこと。私は結局あいつらと同類だし、亮の言う通り看護師は無理なのかもね。あのさ、自慢じゃないが俺の今までの生活は最悪だった。それをお前が立て直したんだ。そのお前なら看護師くらいなれる。第一、見知らぬ俺のために世話を焼けるんだぞ。看護師ぴったりだろうか。そうかな、なれるかな。あ、ちょっと、私持って帰るからいいって。せっかく来たんだから荷物持ちくらいする。今日は何を作ってくれるんだ。ゆうすけの好きなものなら何でも作るよ。その日は珍しく安藤が晩酌に付き合ってくれた。正直さっきときめいちゃった。ゆうすけマジかっこよかったもん。さっと来てさっと助けてくれてさ、白馬の王子様かと思ったわ。トーフォのサラリーマンだ、やめろ。思い出したら恥ずかしくなってきた。そうそう、この前思ったんだけど、あれってハートの貝殻だよね。二人で持ってれば真実の愛で結ばれるとか言ってたっけ。私も持ってるよ、ちゃんと引き出しの奥の方にね。その話どこで聞いたんだ。あ、ネットで見たんじゃないかな。あれは俺と幼馴染のかな子が拾った貝殻だ。俺たちが子供の時に作ったデタラメな話だ。どうしてそれを安藤が知ってるんだ。お前は一体何者なんだ。今日という今日は答えてもらうぞ。う、口が滑った。だって話しても信じてくれないと思って。私の中には今かな子ちゃんの魂と私美穂の魂が同居してるわけ。ほら、そういう顔になるでしょ。今脳みその処理頑張ってるんだよ。確かにかな子と考えれば辻褄が合う。でもどこでかな子に知り合ってどうしてそうなったんだ。実は私もちょっと前まで入院してたの、かな子ちゃんと同じ病院。え、怪我でもしたのか。うん、みんなのたまり場になってた寮の家からこっそり逃げ出して、走るのに夢中になってて車にひかれちゃった。でも骨折で済んだんだから私すごくない。すごいけどさ、一歩間違えたら大惨事だからな。でさ、これまた信じてもらえるかわかんないけど、私霊感があって病院でかな子ちゃんの魂が接触してきたの。どうしようもない幼馴染がいて心配だから協力してほしいって。それが俺。そう、私入院中に看護師さんに憧れて、そこにかな子ちゃんの話が来た。これは神様が生まれ変わるためのチャンスをくれたんだと思ったんだ。新しい環境に飛び込んで新しい自分としてスタートしたかった。だからかな子ちゃんに体を貸してゆうすけのところに転がり込んで今に至るってわけ。ほーら、パンクしてるじゃん。だから言いたくなかったのに。急に俺の日常がファンタジーに。でも理屈は通ってる。理解に時間がかかるけど。私にソーダアイスの当たり棒をプレゼントするためにアイス食べまくってお腹壊したことあるでしょ。それを知ってるってことは本当にかな子なのか。他にもゆうすけが幼稚園のお泊まり会でおねしょしたとか、私しか知らないエピソードたくさんあるけど、全部披露した方がいい？大丈夫だ、もう全部理解したから。かな子だな、その悪い笑顔は間違いなくそう。じゃあネタバレも済んだところで昔みたいに一緒に寝ようかね。あ、お前安藤の体使ってそんなことやっていいと思ってんのかよ。だってゆうすけは手を出す度胸がある男じゃないって知ってるし。わかんないだろ、俺の中の何かが突然牙を剥く可能性も。お願い、一緒に寝よう。
やっとそばに来れたの。もっと近くにいたいんだ。かな子、その晩、俺は安藤が来た最初の夜とは打って変わって、ずいぶん熟睡することができた。姿は違っても、数年ぶりにかな子がこうしてそばにいるってことが、俺を安心させたんだと思う。朝じゃないっぽいな、これ、夢？そうそう、夢っぽいような、心の中っぽいような、そういう場所。改めて美穂ちゃんにお礼言いたかったの。私のわがままに付き合ってくれて、本当にありがとう。おかげで最後にこうして、ゆうすけのそばに来ることができた。あら、やだ！そんな、私の方こそ、新しい自分になるチャンスをもらって。ちょい待ち！今、最後って言った？どういうこと？私、そろそろ限界みたい。わかるんだ。もうこの世にとどまっていられない。だから美穂ちゃん、ゆうすけのことお願いしてもいい？あなたなら、ゆうすけを幸せにしてくれると思うの。ゆうすけのこと、好きになってくれたでしょ？その気持ちを、捨てないで。ダメだって！ゆうすけに必要なのは私じゃなくて、かなこちゃんなんだよ！ずっと私に縛られてる必要はない。うん、縛っていたくないの。ねえ、最後のわがままだから、ゆうすけのことよろしくね。かなこちゃん！うわ、やだ、びっくりした。どうしたんだ、かなこ。いや、かなこじゃないな。アンド？どうしよう、ゆうすけ、かなこちゃんがいなくなってる。いない、どういう意味？な、おばさんから電話だ。こんな早くからどうしたんだろう。もしもし。はい。はい。かなこが？かなこの容体が急変したとの知らせを受けて、俺と安藤は病院に駆けつけた。ベッドに横たわるかなこの顔はいつにも増して青白く見えた。おばさんと話してきた。今は少しだけ落ち着いてるけど、夜を越せるかどうかはわからないって。可能性としては低いだろうって。かなこちゃん言ってたんだよ、そろそろ限界だって。だから私にゆうすけは。ダメだって、やっぱりそんなの認められないよ、かなこちゃん。あんたの気持ちはそんなものなの？魂になってまで私に頼み込んできた気持ち、そうやすやすと捨てられるものじゃないでしょ。ねえ、いいの？このまま死んじゃって私が本当にゆうすけをもらっちゃっていいんだ。ポットでの私とゆうすけが幸せになっていいんだ。起きなよ、じゃないとマジで私だけのものにしちゃうんだから。アンド、こんな時に何を。そんなの、そんなの見せられちゃったら悔しくなっちゃうじゃない。ずるいよ。かなこ先生、おばさん、かなこが目覚めました。もうダメだろうと言われてから数ヶ月後、かなこは退院した。医師も驚くほどの回復ぶりだった。あ、来た来た、かなこちゃん、お疲れ様。おい、俺を差し置いてかなことスキンシップするな。ゆうすけってば焼かないの。私とみほちゃんは強い絆で結ばれてるんだから、同盟みたいなものだよね。さあさあ、ゆうすけ大好き同盟。まあ私は新参だけど、負けるつもりはないよ。私も長い間留守にしちゃったし、みほちゃんには恩があるけど、それとこれは別だよね。ライバルがいた方が恋って燃えるもんね。お前らいつの間にそんなに仲良くなったんだよ。はいはい、ゆうすけも構ってあげるよ。今日は3人でデートの日だもんね。私ね、行ってみたいカフェがあるんだ。よっしゃ、出発！ゆうすけ、せっかくのハーレムなんだから、もっと喜んで。周りの視線が恥ずかしいんだよ。動き出した恋と、新しく生まれた恋、この先どうなるかは俺たち次第だ。おまけ、それにしても、人の体に魂だけ入るってどんな感覚なんだ？そうだな、寝袋に入ってる感じ？わかるような、わからないような。ちょっと体験してみたい気もする。ヤンエッチ、ヤンエッチ。別に女の人の体に入りたいとは言ってないだろ。かなこちゃん、お勉強進んでる？昨日よりはいい感じだよ。あ、そうだ、少し休憩におしゃべりしよう。もちろん。今日はどんなゆうすけのお話する？